はい、おはようございます。ラスカルでございます。ってことで、のっけからですね、ちょっと鼻声ですみません。今日花粉がやばい今回の動画ね、一日中この鼻声でお送りしたいと思います。今日ね、正直ちょっと熱々のチャレンジメニューなので鼻心配なんですよ。ちょっとジュルジュルにならないように噛みながら食べようとは思うんですけど、途中ねちょっとお見苦しかったらすみません。今日はですね、板橋区に伺ってまして、焼きそばを食べに来ました。本日ですね、いただくのはこちら、アセタイト板橋店さんということで、こちらのお店ではですね、大きい焼きそばを提供しているみたいでして、本日はそのチャレンジメニューですね、挑んでいこうかなと思っております。早速入って食べましょう。ということでですね、本日いただきますこの焼きそばが完成しました。特大サイズ、もうね、来た瞬間からソースのいい香りがしております。今日もですね、もちろん腹ペコですんで、早速ね、こちらの出来たての焼きそばを挑戦させていただきたいと思います。3秒前からで、じゃあお願いします。はい、3、2、1、3、いただきます。うわ、これたまらんよ。うわ、うん、うまっ。こちらのお店の、ね、焼きそばは両面焼きが特徴なんで、麺のね、もちもち感はあるんですけど、表面のパリッと感、これたまんないね。うん、あ、うまっ。急いでんのがちょっと悔しいぐらいうまい。せっかくなので一旦ここで青のりを投入しまして、うわ、うまそう。うわ、バッチリ合う。うん、まね、大食いの人たちがうまいうまいって言ってる気持ちわかるわ。ちょっと他では味わったことないタイプの焼きそばですね。うまっ。の湯気がすごい。
ちょっとこの辺りで迷ってみますか。うわ、じゃあちょっとこの辺りですね、せっかくですからこれ生卵いただきましたんでちょっとあえちゃいましょう。うまいだろうな。うわ、あ、これ絶対うまいわ。しましょう。待って、すぐなくなっちゃうじゃん。これ皆さん、並盛り食べに来たらこれやってください。生卵、唐辛子、青のり、最高にうまい。これでいただいている生卵もすべて使っちゃいました。うん、やばいな。ガチのつもりなんですけどすっげー満喫してる。せっかくならこれはフライドオニオン、フライドガーリック、生卵を追加してるんでちょっとねソースも回しがけつつ。
久々のチャレンジメニューですけど、最後まで楽しんでいっちゃうな。ごちそうさまでした。ということでですね、本日のチャレンジ結果16分と58秒という結果になりました。ちょっと改めましてごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちらアペタイトさんの名物となるもう寺盛り10人前のですね両面焼きそばいただきました。焼きそばといえばですね、本当に国民食ということでいろんなところで食べる機会あるとは思いますが、ここの焼きそばはね、間違いなくここでしか食べれないと思います。両面焼きということで、この表面のパリッとした食感プラス麺のねもちもち食感、それだけではなくて具材もやしですね、シャキシャキ食感であったりとか、細切り細切りになっているお肉がねちょうどよく麺と絡むんですよ。
でもちろん卓上の方にはアイテムも豊富にありまして、自分なりにカスタマイズしてね楽しんだりすることもできますし、それ以外にもですね、一品メニューなんかもお店の方では多数販売しておりまして、お昼にはランチセットで、夜にはお酒とともにね、焼きそばであったりとか一品も楽しめる、そんな素敵なお店でございます。本店は高島平の方になるんですけれども、それ以外にもこの都内であったりとか埼玉県の方にもですね、各地店舗はございますので、気になる方はですねこのアペタイトさんのホームページ拝見していただいて、お近くにある場合はですねぜひこの美味しい焼きそば楽しんでみてください。この焼きそばめちゃくちゃ美味しかったので、次撮影にお伺いさせていただくときにはこの一品ものを紹介できるような動画撮らさせていただければと思ってます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。すいません、ごちそうさまでした。